はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、高飯団体藤井竜王の銀河戦 G ブロック決勝のハイライトやらせていただきます。先手が高飯団、後手が藤井竜王で、相掛かりの進行となっていきました。そして藤井竜王が8六歩と素早く仕掛けていって、同歩、同飛車に、高飯団は4七銀と上がりました。この時端歩ついてないと8七歩で角が詰むんですが、端歩ついているので大丈夫という形ですね。で、藤井竜が8二飛車と引いて、8七歩、8三銀と、銀を上がっていきました。そして、高飯団はここから7六歩と角道を通しまして、藤井竜が7四銀と上がりました。8二の飛車が鎌で、鎖で繋がれた分銅が7四の銀という感じで、鎖鎌銀と言われる作戦でございます。で、以下、2四歩と高飯団がつきまして、同歩、同飛車、2三歩、2六飛車と進行しました。そこで藤井竜王が6五銀と7六の歩を取りに行きます。で、高飯団は4五歩と飛車の横利きで受けまして、以下、3四歩とこのタイミングでつきました。で、高飯団は1六歩と1回様子を見て、1四歩に6八玉と左側に上がります。このあたり評価値は全くの互角となっております。藤井竜王が4二玉と上がりまして、5八金、5二金に7七角と高飯団上がっていきました。同角成なら同桂で銀に当てようということですね。ここで藤井竜が1回5四銀と引きまして、5六銀に7七角成と角交換して同桂に7四歩とつきました。これで、なんと評価値見てるとすでに200点ほど藤井竜王の方に触れておりました。厳密には7七に角を上がった手が、この系統の隙を突かれてしまうので、あまり良くなかった可能性があるということですね。藤井竜王が一瞬の隙をついて、見事に、わずかにですが、リードを奪うという展開になりました。まあ、このあたりの嗅覚、本当にさすがですね。そして、高飯団は8八銀と上がりまして、藤井竜王は7五歩と積極果敢に攻めていきました。で、ここから、高飯団は6五銀と飛車の横利きで、系統を受けていきます。で、ここから、同銀と取る手もなくはないんですが、藤井竜王は5五銀とすっとかわしていきました。まあ、同じようでも4五銀と歩を取る手だと、まあ、5五角の飛車と香の両取りがあるので、それを防いで5五銀というわけですね。そして高飯団は7五歩と取りました。で、以下、6四歩とついていきます。で、ここで7六銀と引く方がどうも良かったようなんですが、実戦は5六銀と引いたため、同銀がなかなか痛い手となりました。これ仮に同歩だと3五角と打って王手飛車取りで決まります。なので同飛車と取るんですが、そこで3八角が痛烈な一着で、飛車と桂の両取りでございます。で、2六飛車と飛車と桂の両取り、どちらも防げたかに見えるんですが、そこでさっきの突き捨ての効果で7六歩が急所で、藤井竜王が優勢となりました。以下、これでどっちにも桂が飛べませんし、ほといても7七歩成で桂馬が取れるということですね。で、高飯団は仕方なく同飛車と非常手段で応じまして、以下2九角成と後手が桂得を果たして7四歩と7筋から反撃を企ててきました。で、ここで藤井竜が6五銀と鮮やかな一着でさらに差を広げていきます。以下同桂に同馬と引きつけて銀桂交換の駒損にはなったんですが、うまく活用していきました。飛車をかわすと7六桂で王手銀取りをかけようと、そういう感じですね。なので実戦は7三歩成とするんですが、そこで藤井竜が8四桂と攻めていきます。これも面白い一着で、まあ飛車が逃げてくれたら7六桂打ち、もしくは7三桂とと金を払おうという手ですね。で、ここから高飯団は3六飛車と寄って左右の歩を狙っていくんですが、なんとですね、ソフトにかけて調べてみたところ、ここから2六飛車という面白い手があって、以下7三桂に5九玉と居玉に戻す手段があって、これなら、先手がほぼ互角に追いついてたよというちょっと信じられない検討結果が返ってきました。本当にちょっと意味がわからないですけどね。例えばこれどういう意味かっていうと、3八馬と突っ込んだ時に4八金と寄りたいと、こういう意味でございます。この時に
王様で金に紐がついているということですね。例えば3九馬と潜りますと、そこで7四歩と反撃することができますので、結局馬を引くしかないんですが、それだとほとんど互角になるという非常に恐ろしい AI の読みがありました。藤井竜だったらもしかしたら読んでいたかもしれませんね。ということで高見四段3六飛車と寄ったんですが、7三桂とと金を払ってはっきり藤井竜が優勢となりました。やっぱりちょっとこの2六に比べて3六の飛車が非常に狭く、後手からは次7六桂やあるいは銀を取って3五銀と飛車を詰ましに行くような狙いがあるので後手が優勢というわけですね。以下ここから7七歩と高見四段が7六桂打ちを消していくんですが、藤井竜は7六歩とこじ開けに行きました。当然同歩なら同桂で王手銀取りをかけようという手になってます。が5六銀と必死の防戦なんですが、7四馬と引いたのが冷静な一着でした。で高見四段は6六角と打って1一の香取りを見せるんですが、藤井竜は3三金と柔らかい受けでさらに差を広げていきます。これも地味ながら攻守ですね。3二玉と逃げるルートを作りつつ、3六の飛車を3四に捌く手を防いだ一石二鳥の攻守でした。で高見四段は7五銀と攻めて8三馬に8四銀同馬と目障りな桂馬を除去していくんですが、後手の駒台に銀が入ったのも非常に大きく、3五銀で飛車を詰ます狙いがあります。以下同角同飛車に6六角と攻めて8一飛車に2五桂と高見四段が食い下がっていきました。金が逃げてくれれば1一の香車が取れるという非常に恐ろしい攻めですね。ただこの8八の壁銀がたたって、評価値的に言うと後手がもう1000点を超える、パーセンテージで言うと 80% を超える勝勢となっておりました。以下藤井竜は5四桂と緩まず攻めていきます。これで次角取られちゃうので5五角と逃がしていくんですが、まあ、そこで2四金と桂馬に当てていったのが攻守で、これでちょっと以下1一角成としたんですが、2五金と桂馬をもぎ取って藤井竜がさらに勝ちに近づいていきます。まあ、ちなみに今のところ2四金に2六飛車と戻る手に対しては3五金とスルッと出まして、2八飛車に4六角取って1一角成なら3七角成で一気に寄せ切ろうと、こういう手段がありました。同角も同桂で金に当たっちゃいますね。ということで高見四段はこれを見送って1一角成としたという形になります。で2五金に3四飛車とさばきました。で以下2四金と引いて3六飛車と飛車を追って、そこで先ほどから申し上げてきた3五銀ととうとう飛車を詰ましてしまいました。で先手は4四歩と突きます。そして後手は3三桂と、これがまた地味ながらうまい手ですね。2一馬を消してさらに、手厚くリードを拡大していく素晴らしい攻守でした。次3二銀と立つと8一の飛車で1一の馬を狙うと、そういう構想も見えてきます。で高見四段は4三歩成として同金に5五銀で勝負を狙っていきました。例えば先手が焦って3六銀とか取っちゃうと4四地点に4四歩と打ったりとか4四香と打ったりとか、そういった手が出てくるというわけですね。なので5五銀に実戦は藤井竜王飛車を取らずに4六桂打ちと攻めていきました。で金をかわしてもちょっともう勝ち目がないと、例えば5九金には4四歩と冷静に受けられてもうチャンスがなくなっちゃうということで、高見四段4四歩と勝負手を放っていくんですが、5八桂成と要の金を外して同玉の時に受けずに3六銀が決め手となりました。4三歩成同玉で以下3六歩と銀を取った時に2八飛車が通打で決まっております。2八飛車に6九玉は5八金7九玉に2九飛車成まで合駒利かずの詰みでございます。なので4八歩と受けるんですが、4七歩が手筋ですね。これでほぼ決まりとなりました。以下高見四段は2一馬と王手をかけて5二玉に6三銀と最後のお願いで王手をかけていきます。これも応対を間違えると詰まされてしまう非常に怖い手なんですが、藤井竜は同玉と冷静に取って
5四銀同歩7五桂に5三玉と寄ったところまで高見四段投了となりました。以下は4三金取っても、6二玉とかわして、桂と香だけではちょっと香手も収まり寄られて飛車もよく効いてて全く捕まんないですね。桂馬打っても7二玉として捕まんないです。で先手玉は例えば3一馬としても、4八飛車成が分かりやすいでしょうか。王様かわして5八金7九玉5九竜まで詰みということで、ちょっとこれはできないというわけですね。もう先手玉は受けても受からない形ということで110手をもって高見四段が潔く投了。これで藤井竜王が見事に決勝トーナメント進出を決めました。ちなみに決勝トーナメント1回戦では藤井竜王が、他のブロックの最多連勝者と戦うという形になります。また敗れた高見四段ですが、ここまで最多連勝者としてすでに決勝トーナメント進出を決めておりました。本局勝てば優勝者、本局敗れれば最多連勝者ということですでに決勝トーナメント進出が決まっておりました。で敗れたため最多連勝者としての決勝進出ということですね。高見四段は他のブロックの優勝者と、藤井竜王は他のブロックの最多連勝者と対局が組まれるという形になります。また決勝トーナメントの顔ぶれ決まりましたら速報していきますのでよろしくお願いいたします。囲碁将棋プレミアムでは月額990円で新銀河戦ですとか、銀河戦、そして、囲碁の流星戦、そしてさらに王将戦ですね、王将リーグ、そして王将戦七番勝負などなどが見ることができますので非常におすすめのツールでございます。さらに他にもいろんな作品が見られると、いろんな番組が見られるということですね。ちなみに月額990円でパソコン、スマホ、タブレット、テレビ、いろんな環境で楽しむことができます。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。